Say Sandexu is now live. Streaming Guilty Gear XX Accent Corp plus R. GGXXACPR, ACPR, K Shin Zhang. Utsukusandesu ga ima sundeimasu. Streaming User Hanteigia XX Accent Corp plus R. Gugukus Akua, Akupa, Bushingaku.
百先。百先か。やってくれるかな。何時間ぐらいかかりますかね。例の事情大丈夫ですよ。でも、まあ、アグサの方が大丈夫ですか。問題ないです。そうそう。でね、今日のね、早朝ぐらいかな、海外の大きい大会あるんですよ。ACPR。オフライン大会。俺はまあ、とりあえずダメ。安静にしてください。そう。あの、イレブンシャドウ先生主催の、めちゃめちゃでかい大会あるんですよ。それを見たいなってやつ。まあできたらね、それまでぐらいまでは配信しときたいな。オフライン、そうそうそう。オフラインでめっちゃでかい大会です。背中かゆい。そこまで見れたら、このね、配信をそのままそっちの方にバトンパスしたいんで。そうそう、あの見たいというか出たい、わかるわかる。アメリカ行っとけばね、ワンチャンありましたよ。とりあえずダメ。ダメ。あ、病院行ってますよね。病院行ってとりあえず薬とか。僕も最近や昨日か昨日病院行ってきましたよ。
乾燥がひどすぎて、乾燥ひどすぎて頭から血が出てたんですよ。それで皮膚科行って塗り薬買ってきました。ダメだ。今日ね、プレイヤーめちゃめちゃ多いですね。やっぱり土曜日は激アツの日ですね。久しぶりの人も結構いるし。お、本立ちや、本立ちゃん？本立ちちゃん？この人とかもほら、新しく始めた人かもな。サワンさん。新しく始めたっぽいですね。まさきさん、まさきさんすごいな。どうした？サクラティさん、あすか、EL さん、レイジさん、ここら辺はアジか、中国、アジア。そういえば、アグさんいます？アグさん。アグさんいます？いますか？いませんか？AGF さん、いますか？いませんか？いなさそうですね。帰りましたかね。結構今、Steam の ACPR、セールかかっていて、とてもお買い得な値段で販売されてると思う。もしね、今が買うチャンスなんで、買っといてください、皆さん。前まで、イグザードとかやってた人も、なんか ACPR 買ったっていう人がいるんで、イスカの大佐さんも買ったって言ってたのに、
ごめんなさい。翻訳、YouTube の方がいいか。Did you watch for first, Velocity first yesterday? コメントチェック。Did you watch Frosty Faust yesterday? あ、昨日だったんですね。今日じゃないんですね。今日だと思ってました。昨日か、ちょっと後でちょっと探してみます。フォレシティファーストかな。書いてます。昨日 AC を見ました。 I saw AC yesterday. AC でしたで、昨日 AC AC No AC No AC。あ、2013年のやつかな。I didn't watch no Japanese players from 2013. 2013年から日本人の選手がいませんか。 No play Japanese。プラス R は今日大会がありますかね。やりましょうか。
うん。
悪いな。なんかプレイヤー多いんですけど、対戦が埋まっていて対戦ができませんね。
たまたまロボ。このロボはまさかあの人では、ドラえもんじゃないですか。よし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 
うげーって書いてる。うげーって書いてますね。痛い。ロボットがね、故障です、故障。OK。
ワープするね。少なかったんですね。しょうがないですね。そうですね、フォレシティファウスト。
お、見たんですか？何の試合ですか？94か、厳しいな。290は厳しいよ。ああ、パトゲーのイベントです。ACPR って今日の朝ですか？ACPR は今日の朝ぐらいですかね、確か。多分イグザードとブレイブルーやって
250以上は厳しいですね。おう、そうなのね。何時ぐらいからかな。日本時間30日、朝の5時、朝の5時か6時って書いてるね。トップ8、じゃあ昨日やったんかな ACPR は。トーナメント、日本の時間ちょっと辛いな、うん、ちょっと辛いね寝てるね、寝てます。もう少しね、分かりやすく誰か書いてくれたらいいんですけどね。そしたら日本のプレイヤーも大会とか見るんで、海外の大会。なかなか情報がね、回ってこないんですよ。
そうですね。普通にツイッターやってても知らない情報が大会とかかなり多いんで。なかなか難しいですね。うん。今日はもうベスト8だけですかね。あ、そうですね。それがすごい大きいですね。時間通りに行かないですもんね。8だけ。 OK。 やっぱりあの回転のスピードですね。ACPR はスピードが速いんですぐ終わりますね。少ないからかな。 ACPR 少ないですもんね。猫。書いてる情報によりアクターに参加人は208人、ストライブは731人、 XRD176 人。イグザード少ないっすね。
ウザードダメですね。ACPI の方が人気ですね。そうですね、それが大きいですね。 Yes, yes, ロールバック。大会まだまだなんですね。せっかくレイドしようと思ったんですけど。
ピー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 。兄弟喧嘩ですね。家族ですね。家庭内暴力ですね。ですが、そろそろ失礼します。ありがとう。対戦いつもありがとう。良いマッチを。 The match is always thank you. Good match.
よし。よしよし。
Select your character. Heaven or hell? Duel. One, let's rock. それかわいい。コマンドミスですね。
にゃーお。なーお。Heaven or hell? Duo, one, let's rock! なんで投げられるんだ。あれがね、なんで投げられるかよくわかんないです。セイソルは起き上がりが早くないでしょ。
ャンプ P ばっかやな、マジで。ジャンプ P しかしてない。めんどくさいな。すごい。すごいね。ダッシュで抜けてきた。下を行ってきたね。セーソル低いんか。
よしよし。よし、リズムをね、取り戻してきたかな。どんだけ強いねん、これ、マジで。ジャンプ P が強すぎる。このラグこんなミスするか、普通。もう上に上げた時のね、地上で拾う行動がね、さっきからダウン追い打ちになってるね。これはまずい。このラグは、ラグっていうんかな、80だろう、80でラグはないんだけどな。本能さん、本能さん、こんばんは。天来さん、こんばんは。ほらーもうねマジで、一回 PR やります。いらっしゃい。もう少ししたら、あの、何でしたっけ、フォレストなんとかっていう海外の大会のね、オフラインが
ありますね。ねえ、これクソマジで切れそうなんやけど。ねえ、これ。テナさん、こっち来た。レブ2やってた。もうやめなさい、そんなゲーム。そんなゲームやめなさい。レブ2なんか、大会、イベントの時だけやればいいんですよ。もう面白くないって言い方悪いんだけどな。面白くないって言い方悪いんだけどな。面白くないんだよな。浦安。浦安ってどっかあったよね。ああ。東東京らへんか。あ、ケンちゃんさん、ケンちゃんスーパーさん、お疲れ様です。こんばんは、いらっしゃい。僕の不満が爆発してるとこです。不満が爆発ですよ。カズキさんの声。カズキ's voice。よし。なんでね、こんな時間にね、猫が全員起きるんすか。まずそこですわ。全員騒ぎ出してね。集中力が。集中。ゲームの音よりもね、猫の鳴き声の方がうるさいというね。もうですわ、もう。あれ、本能さん大会出るんですか？本能さん、トーナメント。猫
なの。泣くの。猫なの。トーナメントに出るんですかね。コメント、トーナメント、エントリー。いつも空いてる人一緒やな。たまには対戦させてくれよ。ドライブやってるのか。あーやばいよ、やばいやばいやばい。やばいよ。いける？やばいよ。切れっそ。切れっそ。切れっそ。死ね。あ、来たよ。でこった。
やめてよ。やめてよ。切れそうね。機嫌が悪くなっていたな。機嫌が悪いぞ。だよもう、何がポチョムキンだよ。絶対永久ぶつけたの。俺の気がさ、絶対に永久を。クソもう。なんでボタン連打してるのに繋がんないの？マジで？マジで？ザ・マー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 合ってるのかな、マーで合ってるのかな、ザ・メーかな、ザ・メーザ・メン。だよこれ。だよこの絵。だよ。あれ、チャン様いなくなったよ。皆さん頑張って。正規団長か、今。今、ちょっと頑張れば。ランク上がるんじゃない？緑子さん。知らないな。初めてだ。
あ、じゃあまあ、これある、アルフね。アルフね、これ。じゃあまあ。対戦？対戦？対戦来た。ミリアかよ。ちょっとやめてや、俺。嫌いなキャラクター来たな。何？何何？電話番号とか？LINE とか教える？誰の LINE が知りたい？怒られますよ。じゃなくて W W 怒られますよ。Not W W。じゃなくて、はいはいはい。何ですか？テスタメントのことですか？画面の余白を埋めたいのだけど。I want to fill the screen margins. あ、そういうことね。画面の余白。画面の余白？ゲームプレイ中の画面ですか、自分が。配信とかじゃないですよね。あれ、フルスクリーンでやったら埋まると思うんですけど、オプションのとこに行ってディスプレイっていう項目があるんで、ないですか？いました。
画面の余白。今どんな画面でやってるんですか。マジで IP がジャンハイやっぱ強いな。地産に強いな。ああはい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 、両サイドにあるね。ああそういうことねはいはいはい、あ、分かった分かった、言ってることが分かった。こういうの設定を変えたいんだね、キャラクターの。ディスプレイのとこですよ。一回行きましょうか。あ、スタミナさん誕生日おめでとう。忘れてたね。何、最近なんて書いてるの。何神って書いてるのそれ。荒神、あ、原神やったっけそれ。俺そう読み方わかんないんだよ、毎回忘れる。あ、それそれそれ、なんかいろいろ押してみたら周りが変わるから。変わってみた。イエーイってきたね。イエーイです。俺がどっちか分からへん。変わった？対戦してみます。これでそうだね、サイドパネルほら押したら変わるじゃん。これでその男は前後しています。でこれタイプ C があの二等身ぐらいのキャラクター。あれ変わらんかった。え、セーブした、ちゃんとセーブ。これね、これ変わった。その男は善をしています。The man is doing good. 変わった。タイプ D があのリアルなやつで、
こんばんは。こんばんは。タイプ C が可愛らしいキャラクター。推進クッカオレオンダナ PSYNC is on。 あ、これあのオフの方がいいみたいですよ、確か。これ何だったっけな、なんか忘れたけど、できたこれできた。出てこない。汗なんで出てこないの。この項目はあるよね、 ABCD ってあるよね。あるんだけど全部真っ黒Yes, but all black. それはどうなんだ。それはバグってるんじゃないですか。これはあの基本的なあのメニューだから全員あるはずっすよ。一回立ち上げてみたら、もう一回計算多分800。ラインに画像を送りました。左向き矢印。多分ね、800、600でやってるかじゃん。800、600。違うかな。800、600でやってるじゃん。そうなのか。小さすぎたら多分違うと思う。一回やってみたら1000ぐらいで。数字高くして、数字数字高く800で分かんないよ。ディスプレイで出たでしょ出たでしょ、hey. これこの1600900でやっていて、あの後ろの方に違う画面を表示させてるから、配信だから。出たよね。オッケー。じゃあいいや。普通にやろっか。さっき誰かな、入ってきてくれたけどね。ごめんね。気づいてなかった。ありがとうございました。Thank you. Thank you. Thank you.
この新しい黒いサイドパネルはアップデートの一つで密かに追加されたようです。私はそれを知りませんでしたそしてそれは素晴らしい機能です。あ、そうなんですね。This new black side panel seems to have been secretly added with one of the updates I did not know it, and it is a great feature. 多分誰も知りませんよ。どっち？俺右ね。自分がどっちかわからない。画面がでかくて見やすい。あ、見やすいよ。大きい方がいいよ。あの、小さくしない方がいいよ。大きい方がいい。したらあのフルスクリーンがいいね。フルスクリーンだとラグとかが少なくなる、操作性が良くなる。ここまでが遠いな。ナイス。画面大きくした方がね、いいこと尽くしなんで。ジャンプしてないよ。
今日はあの YouTube の方が見てくれてます。 Twitch が少ないですね。今は Windows でやってますけど、フルスクリーンの方時不具合多かった。マジっすか。あー、そういうことっすね。じゃあフルスクリーンはやめた方がいいっすね。なんかいろいろネットで調べてたらフルスクリーンの方がいいよって書いてたんですけど、違うんですね。パソコンの相性、パソコンの相性は多分あると思います。俺画面見てなかった。ボタン適当に押してたら買ってた。ごめんごめんごめん、画面見てなかった。あれ、俺どっちだ。自分の場合はどちらでもやっても特にダグとか遅延はない。僕ね、あの今のところフルスクリーンでやったことないんですよね。配信してていろいろ設定してるんで、フルスクリーンやっちゃうと翻訳機能とかが動かなくなるんですよ。自分がどっちかまず分かんないよ。ちょっと色変えよう。
自分がね、どっちを使っているかっていうのがね、全然毎回わかんないです。開幕だからね、困ってるでしょ。色変えよっか、ちょっと待ってね。ノーマルカラーがいいわ。これやったら分かりやすい分かりやすい。あーっ初コメです。エイジュンさん。ああ、たまにあれいますよね。ルームにいますよね。なるほど。そういうことですね。使いです。なるほど、ディスプレイのところ、あの VS さっきのやつか、あれオフにした方がやっぱりいいんですよね。確か一番最初の頃にね、教えてもらって、でもその意味を完全に忘れてました。だよもうこれを入れることによって何が起きるんだろう。あ、ちょっと遅すぎたな。ちょっと早すぎたか。
ところでも、すごい有力な情報ありがとうございます。天雷さん、わかりました。天雷さん、オフにしてください。オフ。俺逆やまた反対やってた。バースト使いたかったな。またゲージ割るか。あー、これは抜けたかったな。今の殺しに行けた。刻むな刻むな。見た、しゃがみ系でジャンディー避けたよ。あー、ここら辺あったかな。どこよ。ほい。あー、安定にくい。殺しきらないとな。何か起こしたい。起こせるか。起こせる。何か起こせる。くそ。くそ。くそ技。前々の後ろ犬の。白犬のなんて書いてるか見えない遠距離界の置き攻めかな。遠距離になってる。おい、どっちや。俺逆それ逆や。またごめん。対戦してて皆さんの発言。ああ、わあ。うわあ。あ、前々の試合のこと。ナイス。ナイス。これゴッド。後ろ犬。青き、あ、後ろエグ、まあ、後ろエグゼか。後ろエグゼ、青キャン、相手の飛び込み、置き攻め。ああ、はいはいはい。これね。メカゴジラ、メカゴジラ。そうですね、この後ろエグゼ、青キャンの置き攻めね、僕しかやらないんですよ。
かな、どれだろう、ルフトレントかな、違う、低空ダッシュの方かな。何パターンかあるんですね。やばい気まずいな、網消しとけばよかった。どうすんの、どうすんの、待つ待て、青キャンしない、どうすんの、殺せる、いけ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 るんじゃないの、ワンチャン与えちゃったよ、ワンチャン与えちゃったよはい、終わった。ここから、いや僕はあのドットから10割取れるんで、ドットから10割取れるあのビジョンがある。あとゲームを楽しんでる。避けれる、相手気まずい、はい、あるよ、いや今のバースト読めたでしょう、さすが現在の天一、天雷さん褒められてますよ、天雷さん全員一なんでね、僕の師匠なんで天雷さん僕の師匠なんで、先輩なんで、やめて WW Stop WW、全然ね僕より強い人なんかいっぱいいますよ、普通に今生き残っているプレイヤーってかキャラクターがテスタメントにあまり有利じゃないキャラクターが多いんで、普通にあの ミリアチップディジーとかが現役が生き残ってたらあのテスタメント勝てないんで、アクセルですらもうきついんだ。これどっちやね、俺かも。あ、ごめん、また間違えた。毎回間違ってるよね。あれのね、抜け方はね、あの後ろエグゼを直がします。直下したらバット捨てができます、そこでどうするかっていう抜け方ですね。テスタメントの場合は後ろエグゼ直下してバット捨てとウォレントどっちでもできるんで、そういう読み合いですね。へーってなるでしょ、知らないと。え、俺ごめん、俺全部反対見てた。バースト、はいはい、もう一回セットプレーでしょ、これスタート。あ、間違えた。これよ。終わり終わり。あともう少し難しいのは、
後ろエグゼを空中で直芽します。そうすることによって後ろエグゼで引き寄せられることがなくなるんですよ。で空中直芽して上にも抜けれるっていう、難しいんですけどね。リバーサーバックしてができたらすごい優秀です。でしたね。なんかいろいろ試してるんですけどね、噛み合わないな。あんな感じでね、空中直下が一番理想です。これはまあいいや。俺どっちだ、俺どっちだ今。ほい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 、終わり。攻め合えてる側としては全然見えん。いや攻めてる側がね、あのどうしようかなってすごい余裕で感じ取れるんで。あれ俺ゲージないやん。あー終わった。いいですね。だいぶ変わりましたね。強くなりましたね。新しいね、いろいろネタとかも増えてとても強いですね。ちゃんとね、罠の場所も覚えていて、あれ5連と確定なんで、あの2段目は
1段目直画して2段目ウォレント確定なんです。覚えといた。いいっすね。これ殺せるな。殺せるよ。頑張って。殺せる？あー、殺せない。殺さない。ああいうのをね、殺しきりのコンボとかをできたら、かなりいいと思いますよ。マスパペ締めとマスパペ青キャン締めって、ボキ攻めに変化がありますか？そうですね、変化あります。こっち攻め、置き攻めのタイミングが変わります。有利フレームですね、言ったら。マスパペを、青キャンしなかったら、次、エグゼビーストを置いたときに、キャラクターによっては、抜けられちゃうんで、青キャンすることによって瞳を植えて後ろエグゼまで設置できるの で青キャンしなくても一応瞳植えて後ろエグゼできるんですけど、ちょっと有利な状況が短くなりますね。青キャンすることによって、強化が2つ。あ、そうですね。キャラクターの起き上がりの時間とか、そういうとこですね。また、そうですね。よろしくお願いします。いつでも気軽に入ってきてください。そうそう。
回ぐらい勝ってるかな。あ、7回負けてるか。結構負けてますね。ナイスアルフ。ナイスナイス。大丈夫、私の手は少し痛いです。あなたは良い仕事をしました。I'm okay. My hand hurts a little bit of a good job. 手が痛いです。いいコンボ3。良いコンボ35ヒット。Good combo 35 hits. Yes, yes. P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 .
落ちた。あら、ウェイティングになった。Oh, it was waiting. Please select your character. うん。多分プレイヤーとかが多いから。ピンが180でいくつかのラウンドに勝つことができたので。今日の赤ちゃんゴジラは幸せです。しかしこのジュニアゴジラテスタープレイヤーは見栄えが良いです。ジュニアゴジラ、あ、終わってた。いやさん、さっきのはあのロマキャンして最後足払いでもいいっすよ。相手の体力なかったんで。しまった。もったいないですよ。今みたいにワンチャン与えられたら逆転負けされますよ。でしたね。3杯が当たればね、一番理想的だけど。
今のもね、殺し切りで削りまくっていってたんですけど、途中でミスりました。多分殺せたと思うんですよね。お疲れ様です、元ちゃんさん。おやすみなさい。ナイスゴジラってどういうことですか。いまいちあれですスペースゴジラの方がいいな、かっこいいから。メカゴジラとかね、スペースゴジラの方がかっこいいね。あ、そうそうそう、なんか俺ゴジラみたい。松井さんがキングギドラだし松井さんキングギドラ、ザッパだからね、三つ子だから。俺デストロイヤーがいいな。140の補聴向きです。いるかな、怪獣で当てみてないもん。
これが拾えないか。このピングは大変だな。あれぐらいのこともできないってやばいね。マー君かな、名前マー君、プレイヤーネーム。マジで、あんなこともできんだよ。厳しいね、このコンボができないっていうのが一番厳しい。
よし、終わりましょうか。最後、最後やりましょうか。またポチョムキンか。
りましょうか。しょ、ありがとうございました。 Thank you、 見てくれてありがとうございました。こんな遅くまで。疲れましたね。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、結構配信してるんですね。1,2,3,4,5。あ。オッケーオッケーオッケー。魔法子がいる。魔法子。もうやってるんだ。あの海外の大会のベスト8やってるんで、そっちの方にレイドします。魔法子よければそっち見てください。レベルめちゃめちゃ高いんで。うん、レイドしましたんで、そのままお待ちください。皆さんこっちよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。Where did my life go?